質問はですね、物事を楽しむ、ね、物事を楽しむってことはね、いわゆるまあ毎日を楽しんで生きていくためにはどうしたらいいんでしょう。毎日を楽しむためには、どうしたらいいのかっていうことはね、逆を考えたら、毎日を楽しくさせていないのはなぜかってことですね。毎日を楽しくさせていないのはなぜだと思いますか？違いますね。毎日を楽しくさせていないのはなぜですか？まあ普通仕事をしてる人がね、その毎日をね楽しく、できていないのはね、その一番の理由はですね、これね、なかなかえっていうね、えっていう思いなんですけど、毎日を楽しくさせていない一番の理由はですね、休みを期待しているからです。これどういうことか分かります？ちょっと分からないです。例えばね、小学生で言うならね、毎日を楽しんでいない小学生はまず間違いないと言っていいほどですね、土曜日と日曜日を期待してますよね。毎日を楽しんでいない小学生はね、夏休みや冬休みを期待してません。社会人ならね、会社を、毎日の仕事を楽しんでいない人はね、まず間違いなくね、土日の休みを期待してません。仕事だったら週休2日ありますかってまず聞くのはなぜ？そうだね。ねえ。じゃあ1年間でどれだけ休みがあるかって考えない？ね。わかります？でね、いわゆるその高校一生懸命ね勉強してる人はね、大学に行ったら遊べると思うから頑張るんだね。そういう人は多分ね、高校生活を充実していないと思いますね。こういうこと、今苦しくてもね、新人欠用したら楽になる。こういう人はね、多分今の毎日を充実させていないと思います。わかりますかね？ね。休みに入ったら楽しもうと思ってる人はね、その、今がね、つまらないんですよ。ね。そして、そのね、休みに入った時にその休みを充実もしていないんです。ここがポイントね。だいたいね、土日になったら休ね、楽ができるね、土日を期待している人はね、
仕事でね、週休2日でね、土日を期待している人はね、その土日はね、だらだらと過ごすんですよ。ね。小学生ならね、夏休みや冬休みを期待している人はね、夏休みや冬休みをだらだらと過ごすんです。で、終わる時にいつも後悔する。あ、もっと大切に使えばよかった。ね。女性だったらね、入社するとね、まず考えるのは寿退社、ね、いつ結婚できるか、結婚して早く辞めたいわっていう人はね、結婚してからはつまらない人生になっていくんですよ。結婚したら早く子供ができたらいいなっていう人はね、子供ができたらつまらなくなるわけ。こういうふうにね、なんて言うんですかね、早くこうなったらいいな、早くああなったらいいなってね、いつも未来のことばかりを考えていくわけ。ね。そういう人はね、今を楽しむための努力をしないんです。いうことはね、いつもね、未来のことばかりなんですね。ね、じゃあそのね、期待している未来がやってきても、その今をね、今を、その未来が今になった時ね、現実になったとしても、その今という現実を楽しめないんです。子供ができたらね、早く子育てが終わりたいなって思うんです。そういう人は。で、子育てが終わるとね、早く孫の顔が見たいなって言い始めるんです。ね。そしてやることなくなったらね、早くお迎えに来てほしいとか言い始めていく。そういうふうに、いわゆるその休みというものを期待してしまうわけ。これがね、今じゃないわけ。ここがポイントね。休みというのが今じゃないわけ。ね。今が休みだったら今楽しめばいいんだけど、実際休みに入ると楽しめない。わかりますかね。こういう今をね、毎日を楽しんでいない人はね、必ずって言っていいほどね、その未来に対して期待している人なんです。今はつまらないけれども、こうなったら楽しくなるんじゃないかと思ってる。で、その日に向かって頑張るんじゃなくてね、その日に向かってひたすら耐える、ね、耐えて耐えて耐えて、その日が来てもやっぱりつまらないんだね。思い描いていたようなものはない。だからまたひたすらね、耐える。ああなったら、こうなったら。まあ私もね、そういう小学生をしていました。ね。まあ小学校でね、考えていたことはね、何か。早くね、土曜日が来ないか。ね。そしてね、土曜日が来るとね、楽しい。楽しいっていうかね、本当は楽しんでないね。ただゲームをしてただけ。ピコ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 。ね、トゥーってグッとグッとグッとグッて感じで、ね、こうやってやってるんだけど、つまらないね、本当に楽しんでないんだけどね。で、日曜日の夜ね、サザエさんを見終わるとね、ああ明日から学校かね、学校もね、水曜日までね行くとね、ああだんだんと土曜日が近づいてきたね。そうやって繰り返してる間に、早くね、夏休みが来ないかな、早く冬休みが来ないかな、こういうことばかりを考えてた。考えてみたらね、小学校ってね、もっと楽しめばよかったのにね、中学校ももっと楽しめばよかったのに、高校ももっと楽しめばよかったのに。でも僕の人生を振り返って思います。
私の人生は一体何だったんですか。はい、片付け仕事だったんです。まあ正直言ってね、私の人生を振り返ってみてですよ、何だったのかと。ああ、私の人生っていうのはね、一言で言うと片付け仕事だったなと。早く過ごすことばかりをね、生きがいにしておりました。だからね、今という時間をね楽しめない。例えばね、年賀状のシーズンがやってきた。そうしたらね、どう考えてね書きます？早くこの年賀状を終わらして楽になりたいと思いません？そうじゃないんですよ。本当はこの年賀状を書くことを楽しむことを毎日を楽しむっていうんですよ。この年賀状一枚一枚を書くことをね、楽しむことを今を楽しむっていうんですよ。ね。今のこの時間、仕事しているのは今ここで仕事をしているこの時間を楽しむことを毎日を楽しむっていうんです。食事をね食べているならこの食事を食べているこの時間を楽しむ、ね、食器を片付けているならその食器を片付けているこの時間を楽しむ、ね、服を畳んでいるなら服を畳んでいるこの時間を楽しむことを今を楽しむっていうんですね。ところが私たちはね、その心の中に未来を期待する心があってね、その未来になったら幸せになれるんじゃないか、その日がやってきたら幸せになれるんじゃないかと思ってね、その未来を期待するんです。ところがその未来が現実となった時に何をしているかというと片付け仕事なんですね。旅行行くね、海外に行った、楽しみね、何をするか、はい次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 ってね。そうしません？ディズニーランド行くとかさ、はディズニーランドこれ乗って、はいこれ乗って、はいこれ乗って、はいこれ乗ってね、はい次次次次ってね。長島スパーランド行ったらね、このジェットコースター乗って、このジェットコースター乗って、このジェットコースター乗って、次はこれ、次はこれ、次はこれってね。その今という時間をね、こうなんていうんですかね、楽しんでないんでね、それってこう次から次へと回っていくことが楽しみなんです。次から次へと展開していくのが楽しみなんです。私もねテレビゲームやりましたよ。何が楽しいか、物語が進んでいくことなんです。ティッ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 ティって感じね。もう物語がボン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 進んでいくのが楽しい。何が辛いかったらね、物語が進まずにね、同じところでね、こう止まっちゃうのがね、苦痛なんです。そうするとね、こうねパソコンを開いてね、まあ今だったらね、インターネットで調べてね、2チャンネルとかで調べてさ。ね、クリア方法を教えてくださいとかね。そしてもうなんとかねこう止まらずにね、ね一つもこうぶつかることなく、ねはまることなく、スーッとクリアすることがね楽しみなんですよ、ゲームだと。旅行行ってもそうね、スーッとねへめげることが楽しみなんです。仕事もそうね、スーッとね、同じ仕事をせずにこう点々とね、いろんなことができたら楽しいわけ。こういうのね、片付け仕事って言うんですよ。それを楽しんでいない、今を楽しむっていうのはね、難しいことですよ。片付け仕事に慣れている私たちはね、その今を楽しむっていうことができない。今の仕事を
早く片付けようと思っちゃうんです。今やっていることをね、早くやろうと思うんです。早く終わらしたいと思いません？ああこれ一生懸命この説法の内容を文章にまとめるって言ったら早く終わらそうと思いません？早く終わって楽になろうと思いません？これがね、休みを期待する心なんです。メールが来た、返信は打たないといけない。どうですか？早く終わらそうと思います。あと3つ残っている、あと4つ残っている、これを今日中に終わらさないといけない。どうですか？ねえ、楽しんでないでしょ？期待してるのはこのメールを打ち終わって送信ピッてね、これで楽になったね。こういうの今を楽しんでないって言うんです。この返信を打っている最中を楽しむんですよ。こう書いたらいいかな、あ書いたらいいかな、こういう風にしたらいいかなね。これを楽しまなかったらね、人生何一つ楽しめませんよ。次次次次次次次って言ってね、最後に待ってるのは死ぬだけなんですかね。そうでしょ？そうやって人生をこうどん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 次次次ってやってね、待ってるのは死だけなんですよ。そうじゃなくてね、今のこの時間を楽しむね。今のこの文章を書いている時間を楽しむんです。私だったらね、今のこの説法をしているこの時間を楽しむんです。この仏法の話をしているこの今の時間を楽しまなくてね、頭の中でさ、仏法の話をしながらね、ああこれでね、何時に終わったとかね、こういうことは楽しんでないわけですよ。この今の時間を楽しむんです。このね、今の時間を楽しむためにはどうしたらいいかを考える。それが毎日を楽しむ方法なんです。なかなか難しい。私たち、まあ私も特にね、やっぱり片付け仕事で生きてきましたからね、染みついてます。だからね、一つ質問を受けた、ね、そしたらね、この質問を全部答え終わってね、早く終わろうってね、答え終わったら早く終わろうね、こういうふうにね、まあ今は思ってないですけどね、以前思ってました。以前ね、こうやって説法するね、もう気になったことはね、時間ですね。時計を見ながら、あまだ10分しか経ってない、あまだ20分しか経ってないね、あと5分も残ってるってね、もうね、そんなことばっかでしたよ。こうやって説法を始めた時はね、40分が長いな、40分2回もやらないといけないね、40分3回もやらないといけないね、もうこんなことばっかですよ。本当にもう楽しむじゃない、早く終わりたいね。その時間を皆さんと一緒に共有してるこの時間をね、楽しもうじゃなくてね、もうとにかく早く終わりたい。自分のやるべきことを全部終わらしてね、そして早くね、この場から去りたいって感じね。これが片付け仕事。じゃあね、私もいろんなところに所属してましたよ。上司からね、メールを打ちなさいと、内容を書いてきなさいとこう言われた。そしたらね、もうね、バーッと打つね、コピー&ペーストできるところがあったらね、いくらでもね、すると、ね、先輩から言われました。上田、お前は本当仕事は早いけどね、だけど心がこもってないと。だ当然ですよね、片付け仕事だからです。だから仕事が増えるとね、イライラしましたね。あれもしないといけない、これもしないといけない、イラ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 、ね、打つ打つ打つね、ピッ、あ終わった。これがね、充実した人生だと思ってます。
ね、膨大な仕事を処理して寝るか、ね、次の日また膨大な仕事を処理して寝る、その次の日も膨大な仕事を処理して寝る、この寝る時にね充実感があるんですよ。今日も終わった、だけど間違っておりましたこの人生観、それがね間違っていたってことが分かってきたのがね整理をした時なんですね。ね、整理をしてみてね何が分かったかとね、私もこの整理をするまではね片付け仕事ほどね充実した人生はないと思ってます、ね、だってたくさんのことできるんですよ。1日24時間しかない、24時間しかないんだからたくさんのことをやろうってね、あれもやるんだこれもやるんだってね、たくさんの仕事をこなしています、ね、今日1日でねこんなにたくさんの仕事を終わらせた、こんなにたくさんのことができた、すごいでしょね。私もね結構充実してましたよ。忙しいってことは幸せなことだと思ってね、一生懸命仕事を終わらせてね夜の12時までになんとかこのメールを全部打ち終わって打つんだと、こうやって打ってね、日報ですよね、こうやってね今日はこういうことがあって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 終わりました、ピッね、送信ね、やるべきことのね表を見ながらね一つ一つ消してね、これが終わった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 ってね全部消してね、すっきりしましたよ。いやー俺って本当にね充実した人生を送ってると思ってました。ところがね整理をして気づいたことに、整理をするとね必要なものといらないものを分けてね捨てていくんですよ。そしてね残ったものをこう見るんです。あれ何にも残ってないね。もうあれはね本当にね情けなくなりましたね自分ながら。捨てて捨てて捨てて残ったものね、まずね大体残ったものはね日常使っているもの、お茶碗ね、欠けているお茶とかね、今使っているお茶とかね、箸、100円ショップで買ってきた箸、あの時は喜んで使ってたんですけどね、100円ショップでね使っていた箸、ワイシャツね、バーゲンで買ってきた安いバーゲンね、ワイシャツね、服とかもねもう安い服、ボロボロの服、そんなものを着ていた。靴もねボロボロだと、こんなものしか残らないんですよはっきり言って。そしてね自分の友達ね、小学校の間できた友達はね、中学校に入ってね、中学校も一緒だったから中学校も同じだったんですけど、高校入ったらねその小中学校でできた友達がもう全部いなくなった。で高校でまた友達ができるんだけど大学入ったら全部いなくなった。で大学でまたねサークルに入って友達ができたんだけどね、こういうことになってね全部いなくなった。いや全部とは言えないまでの数人だけ残ったね。一生懸命ね接してきた人たちはねみんないなくなっちゃったんですよ。一体何だったのかと、一生懸命打ってきたね聴聞録っていうかいろんなねこの説法の内容ね全部いらなかった。一体俺の人生って何だったのかってことですね。一生懸命ね大学入ってさ、それまで勉強してきたことって一体何だったの、何一つ今使ってないね。微分積分いい気分、全くねいい気分じゃないよとね言いたいですよ。高校の時あんなに一生懸命勉強してきたことは一体何だったのか、今役に立っているのは古典の勉強とね、漢文の勉強とね、国語の力、漢字が読めること、それぐらいですよ使えてるのはね。
数学はいらなかった、物理もいらなかった、科学もいらなかった、歴史もいらなかった、ちょこっと必要だった。一体何だったのかと。いや、たくさんのことやってよ、たくさんのことは覚えたよ、でもほとんど使ってないんです。そう、人生においてね、大事なことはたくさんのことをすることじゃないんです、たくさんのことを覚えることじゃないんです。本当に大事なものは何かということを見極めて、それを大切にし続けていくことなんですね。そういう意味では一生懸命勉強したことはね、私にとっては何の役にも立たなかった。それは自分の人生にとって必要なものではなかった。もちろん仏法と出会うためには必要だったかもしれないけれども、自分の人生においては必要ではなかったね。まあいわゆるテレビゲームの一つぐらいのものであったってことですね。その時は楽しかった、だけど人生においてそれは本当の意味で必要なものではなかった。そして本当に必要なものはね、ボロボロだったってことなんですね。友達とかね、家族とかね、そういうものが自分にとって大事だったんですよ。勉強するためにね、友達を捨ててきたんです、私は。新しいね、環境に入るたびにね、前の環境でできた友達を捨ててきたんです。そういう人生だったんです。だから何にも残ってない。たくさんのことをやってよ。忙しくやってきたよ。だけど何にも残ってないんです。こうやって整理してね、気づいたことはね、自分にとってね、残っているものって何か。ね、ほとんどがね、代わりが効くものなんです。それと、ゴミね。代わりが効くもの、お金。ね。100円ショップで買ってきたようなもの。企画製品。こんなものですね。代わりが効くものばかり。お金を払えば買えちゃうものばかりなんです。私がね。その、残したものっていうのはね、それがね、ゴミになってしまったもの。買った時はね、宝だったのにね、使わないで放っておいていく間にゴミになっちゃったもの。そんなものもうばかりなんですよ。もうほんとね、最初はすごい虚しかったですね。まあ以前はね、仕事がたくさんあってね、もうたくさんの仕事をこなすことがね、充実でした。だけどね、今はそう思いません。一つ一つの仕事が本当にそれが意味があるのかどうかを考えてやるようになってきた、ね、意味のあることをやればね、楽しいですよ。本当に一つ一つが意味のないことをやっているとね、虚しいです。で、人生において本当に意味のあることってね、わずかなんです。本当に多くない。それ一つ一つをね、大切にやっていくことが毎日を楽しむ方法なんです。そういう意味ではね、食器を洗うことも、ね、楽しいことなんです。服を片付けることも、ね、楽しいことなんです。掃除をすることも楽しいことなんです。なぜかそれをやっていくことによって、その奥にですね、今まで知らなかった仏法の真理があるからなんですよ。その真理が知らされるからね。だからその真理が知りたいからやるんですね。こう目の前の食器を片付けていく、それをね、真面目に続けていくと、その仏教で教えられている真理がね、そこから見えてくるんです。あ、こういうことなのか。その真理が
知らされていくからね、楽しいわけです。人生においてのね、楽しみっていうのは、一つ一つのことを大切にしていけばね、人生を楽しむことができます。そしてそれで、それはね、仏教で教えている真理が知らされていく道なんです。人生においてね、本当にこの真理を知らされる、仏教で教えられている真理が知らされていくことほどね、楽しいことはありません。これ非常に価値がある。何年経っても、何十年経っても失われることがないから。人生にとって本当に価値のあるものなんですね、仏教で教えられている真理が。それがやっぱり整理をしたことによってね、それが大事なんだということが分かり始めてきたってことですね。それまではね、気づかなかったね、片付け仕事が。だから毎日を楽しむためにはどうしたらいいんですか。それは自分にとって本当に価値のあるものを見つければいいんです。本当に価値のあるものはね、捨てない、捨てることのないものなんです。なんて言うんですかね、本当に価値のあるものをですね、仏教の言葉でなんて言うかって知ってます？本当に価値のあるものを仏教の言葉で無量寿って言うんですね。これがいわゆる本当に価値のあるものね。無量寿っていうのはね、この寿っていうのは命、命に限りがないっていうことですね。例えばですね、私たちのやっている勉強っていうのはね、命に限りがあるわけ。わかります？勉強というものの価値を命に例えてるわけ。だから高校の間だけは価値がある、大学に入るまでは価値がある、だけど永遠に価値のあるものではないってことなんです。でこの無量寿というのは私の命のことを指すわけじゃなくて、その輝き、命としてのね、価値の輝きが永遠に続くものってことなんです。この無量寿っていうのはね、単に命が長いってことではなくてね、そのものの価値が決して失われることがないって意味なんです。私の命が無量寿って意味じゃないんですよ。その私が知らされたこの真理の価値はですね、たとえ私が死んでしまおうとも、この世界がどういうふうになろうとも、永遠に光り輝く価値のあるものなんです。金だって銀だってね、ダイヤモンドだって、世界が変わればね、価値が変わってしまうかもしれない。今は宝と言えるものかもしれないけど、世界が変われば何の価値もない状態になるかもしれない。だけどこの仏教で教えられている真理というのはね、時代がどう変わろうとも、世界がどう変わろうとも、世の中がどういうふうになろうともね、一貫して価値のあるものなんです。学校の勉強っていうのはね、価値が限定されてるんです、ね、賞味期限があるんですね。小学校の間のみとかね、中学校の間だけとかね、高校の間だけっていうね、全てのものっていうのは命に限りがあるんです。例えばゲームね、ファミコンやね、スーパーファミコン、ね、Wii とかね、そういうゲームも、それは命に限りがある、ね、それがずっと光り輝くものではなくてね、ゲームをしているわずかな間だけしか価値がないものなんです。現実世界に出ていったら何の価値もなくなっちゃうものがゲームなんですね。だから私たちはより長く命を持っているものを求めようとするわけ。命があるっていうのは、その価値が続くものを求めようとする。それが仕事であったりね、
結婚であったりね、その少しでも価値が続くものをね求めていこうとするんです。ところが世の中のものはその価値がね続かないんです。だからそれを求めていってもいつか無駄になる時が来るんです。必要なくなる時が来ちゃうんです、何やってもね。そういうことに私たちは忙しいわけ、片付け仕事で。だから人生振り返ってみると何にも残らないわけ。ところが仏教にはね、永遠の価値を持ったものが説かれてるんです。これが無量寿って言ってね、すごい話なんですよ。永遠の価値を秘めているものがね、仏教に教えられてるんです。これをやってね、無駄だったというものがないんです。それが無量寿っていうことで、永遠の価値を持っているもの、永遠の輝きを持っているもの、時代がどう変わろうとも、文明がどう変わろうとも、どんな時代になってもね、宝と言えるものが無量寿って言うんです。それが仏教で教えられている真理なんですよ。それが仏教で教えられてるんですよ。これすごいことなんです、実は。本当に宝と言えるものなんです。だからお金を残すことよりもね、財産を残すことよりも、この仏法という宝を世に残した方がいいわけ。子供にとってね、子供さんにとっては幸せなんですよ、仏法の宝っていうのはね。今の時代にとって宝だけじゃなくてね、子供さんの時代でも宝なんです。お孫さんの時代でも宝なんです。ずっと後々の世まで宝と言えるものなんです。それを永遠の命を持たれたもの、永遠の輝きを持ったものということで無量寿と言われるんですね。分かっていただけたでしょうか。整理をして、そして人生の本質ですね、全てのものはやっぱり賞味期限があるってことね。自分のやっていることは賞味期限があってね、今は楽しいかもしれないけど、いつか役に立たない時は来ちゃうんです。いつか意味がなくなる時は来るんです。命が終わる時が来るんです。そういう意味でね、だからこそ永遠に命を持ったものが知りたくなる、ね、永遠に命がある、それが無量寿、永遠の命を持っているもの、これが無量寿ってことなんです。それを知るってことはね、それをやる、それを知ることにはその無駄がないってことなんです。後悔がないってことなんです。いや、世の中のものは全部賞味期限があるんですよ、ね、一生涯、いや自分が死んでも価値があるものっていうのはね、仏教にしか教えられていないってことなんです。だから整理をしていくとね、要は全てのものはその時は楽しい、ね、だけど時間が経つと全部こう、なんていうんですか、命が終わっちゃうわけ。楽しい楽しい、でも終わる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 ってね、始めては終わり始めては終わりというね、そういうものを繰り返しながら、こんなことを繰り返したくないなと。どうせやるならね、一生涯続けられるもの、いや自分が死んでも続いていくものが知りたい。それが仏教に教えられている真理なんです。これは整理をしていかないと気づかないんですね。だから整理を何回も何回も気づいていくとね、その何回も何回もしていくと、いわゆるその時は楽しいと思って始めたものがね、やがて色褪せていくことが分かっていくわけ。テレビゲーム面白い、でも色褪せていく、ね、仕事楽しい、でも色褪せていく。そういう中で何年経っても何百年経っても何千年経っても色褪せないものが仏教で教えられている教えなんですよ。それを仏教では無量寿と言われる。それが知りたくなるわけ。そうでしょ。だって楽しくて始めてもさ、最後捨てなきゃいけないとなったらね、無駄でしょ、やってきたことが。
無駄にしたくないじゃん、自分がどうせやるなら。いや私だったらね、その一生懸命物理やってきたことが無駄になっちゃったでしょ、一生懸命科学やったことが無駄になっちゃったじゃないですかね、一生懸命その勉強したことがほとんど無駄ですよね。それは命に限りがあるものなんですよ、仏教的に言うとね。その高校の間は意味があったんです。で大学に入るまでは意味があった。でも社会人になったら命が終わって必要じゃなくなっただけなんです。そういう中で永遠の命を持ったもの、永遠の輝きを持ったものは仏教で教えられている真理だけなんですよってことです。いや、そういうものが本当に知りたくなるんです。無駄にしたくないから、人生を。それを知ることが人生にとってね、毎日を本当の意味で楽しむ、方法になる。分かっていただけたでしょうか。じゃあちょっと休憩したいと思います。